川村選手が、走っていくというような形の写真を撮れるかと思っております。練習から入ります。ここで10分間通面を流れていただいていきます。はい、プレーをお願いします。お願いします。お願いします。あ、マイクつけちゃって大丈夫です。はい、どう怖いっす、ね、実は、僕はですね、バスケットボールの方を辞めようかと思ってまして、今日は新しいコーチの人を、呼んでいます。はい、で新しいコーチの人を今から、ちょっとお呼びしますので僕の方で紹介させてください。お願いします。はい、皆さんも知っていますよね。川村祐樹さんです。新しいコーチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では川村さん一言いただけますか。はい、皆さんこんにちは。今日は逗子開成高校の新監督のバスケ部の新監督に就任しました川村祐樹です。大沢先生から引き継いで今日一日限定の一日監督として、精一杯、皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。なんと驚きの就任挨拶でしたが、新監督に就任されたのはバスケットボール日本代表でも活躍中のあの川村祐樹選手です。皆さん川村祐樹選手にもう一度拍手お願いします。はい、はい、まあ、自分もすごくそんなたくさんの高校やだ高校のチームの皆さんにこう応募してもらって、そしてここの逗子開成高校の皆さんとバスケットができることをすごく楽しみにしてたので、皆さんも今日一日楽しんでいってください。ありがとうございます。やっぱりこう履いた瞬間のフィット感はすごくいいなっていう感じてますし、まあ、バスケットをやっている中でもやはりバスケットはすごく切り返しっていうのが大事なスポーツだと思いますし、そこでのこう切り返しでの強さっていうのはすごく感じますね。ありがとうございます。相手選手もちゃんと2歩でレイアップできるタイミングでパスをする、そしてパスするときにパスした後にしっかりすぐ前を向きながらパス前パス前っていうのをなんかやることがすごく大事になってくると思います。じゃあやりますか。まあ、V カットをする、逆にフェイクをかけてボールをもらう、そういったのがすごく大事になってくると思うので、まずはボールを受ける前の動きっていうのをこう自分の中で何がいいのか、まあ、大きい選手だったらもしかしたら体をぶつけてボールをもらう方がいいのか、僕みたいに小さい選手だったらやはりこういう小刻みなフェイクをあれしながらボールをもらうのがいいのか、それはやっぱ自分のこう特性であったり動きっていうのがあるので、でもやっぱ一番大事なのはまずはボールを受ける場所ともらい方、そこを意識しながらちょっとやってみてください。今相手選手が見せないからボールもらった時しっかりリングにシュート受けるのしっかりシュート
リングというより。よそうそう。まあ。よし。見に行って、見に行って。よし。よし、よし、そう。グディ、グディ。ナイス。いい、いいと、いい。僕自身本当こういった経験全くなくて、やっぱ本当皆さんの協力があってこそ僕もこういうすごい楽しい時間を過ごせたんで本当に感謝したいですし、本当うまいこと伝わったかどうかは分かんないですけど、まあ、僕自身一番伝えたいのはやっぱり毎日コツコツやることが、まあ、いつかこうそれがいつになるか分かんないですけど、いつかこうその実が結ぶ時が来ると思うので、まあ、バスケットって本当に基礎練みたいなことが多いと思うんですけど、まあ、結局そこが一番大事になってくると思うので、本当に今日は楽しかったですし、僕もすごく皆さんから学べるものっていうのはあったと思うので、今後も頑張っていきたいと思いますので皆さんもぜひ頑張ってください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。